画面左の道ですね男性がランニング中に転んで大けがをしましたそしてこの歩道には苔が生えているということなんですねそんな中道路を適切に管理していなかった中川氏の責任だとして男性が訴訟を起こしましたそして昨日福岡地裁でおよそ280万円の損害賠償を認める判決が言い渡されました事故がが起きたのののは3年前の8月50代の男性が 福岡市の当時のモーモーランド側から中川市方向へ指導をランニングしていましたこちらの歩道をランニングしていた男性は地面に生えていた苔に滑って転倒し肋骨の骨を折る大けがをしたということですこちらがその当時の写真です歩道部分は5メーターにわたり2、3ミリの苔が生えていた状況だったといいます 苔が生えて転倒しやすい状況を放置していた男性はその責任が中川氏にあるとして1600万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました争点の一つとなったのは苔蒸した状態を放置していたことに中川氏の責任があったかどうか原告の主な主張は苔で滑りやすい状況にあり 中川氏は2ヶ月に1回のパトロールをしていて転倒が起こる可能性を予見できた一方中川氏は山を開いた道で苔が生えることに市の責任はないパトロールでは確認できず転倒の情報や苦情も来ていなかったこうした争点について昨日福岡地裁で判決が言い渡されました 中川氏は原告に対しおよそ280万円を支払え福岡地裁の上田博之裁判長は事故現場はおよそ5メーターにわたり苔が覆っていたことから通行する人が転倒する危険性が高い状態だったとして市が事故発生の可能性をあらかじめ知ることができたと断定しました一方原告の男性も苔を避けて走ることができ 過失があったたと指摘しましま判決に対して中川氏は現時点でコメントできず対応を協議したいとしています。